我々には読むことができんのだ。なぜだかわかるか？そうじゃ。それは初代国王が残してくれた書物、日本語という文字で書かれておるのだ。そうだ、初代の名前は雄也寺平沢。どう考えても日本人の名前。多分僕と同じ転生者。定級魔法書だと伝え知ってはおるが、読める者は誰もおらん。カインよ、改めて問う。お主は何者じゃ？もうごまかせない。僕が転生者だってバレたら、すべてを失ってしまうのか。いや、でも、この人たちなら。正直に話します。ただし、今はここにいる人たちだけの話にしていただけますか？もし理解してもらえなかったら、僕はこの国を出ていかなければなりません。いいだろう。僕は前世の記憶を持っています。こことは違う国、初代国王と同じ、この日本という国の記憶です。カイン。すみません、黙っていて。そうであったか。カイン、お前は本当に私とサラの子供なのか？はい、それは間違いありません。5歳の洗礼を受けた時、神々からそう聞いております。あ、神々とあったのか。はい、洗礼時と教会の礼拝の時に七神といつもお会いしております。あ、七神すべてか。はい。カイン、ステータスを見せてもらえるか。ステータスオープン。あ、カインよ、ここに書いてあることは本当なのか。はい、嘘偽りのない私の本当の称号です。ああ、まったくお前というやつは。